さあ話は頓挫してしまって、どっから次を始めればいいんだ。そうですね、もう夕方になったって感じだね。お、ちゃんと出てきた。オーブリー。オーブリーですね、これは。オーブリーです。何か取った。いや、ゴミを捨てる。ああ、そうか、あれは、そうか、ダストシュートか、あれは。はあはあ、ほんでアルバムや、それが。ほら、なるほど。彼らが取るだろうと思って捨てたのか、本当にその中に見てはいけない秘密があるから捨てたのかのどっちかですよね。そうですね。ハイタッチするかどうか。ハイタッチっていう感じじゃないよね。うん、どうしますか。いい家にしましょう。いい家にしましょう。そういうことじゃないだろうっていう。大丈夫。うん。さあ、ところがそういう反応じゃないんやろな。多分、バジルはバジルで。じゃあ、返してみましょう。うん。頼もう。おい、バジル。友達のケルト、ボッチンがやってきたぞ。来てやったぞ。どちら様で、あれ、バジルじゃない。私はポリー。バジルの面倒を見てるの。こんにちは。どうしたの。お、バジル。アルバムを取り返してきたぞ。え、本当に？すごい。ありがとう。バジルにアルバムを返した。友達が遊びに来るなら行ってくれればよかったのに。晩ご飯？いいじゃん、最高。行こう、ぼっちん。ただ飯だぞ。おー、中入るんや。ほー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 。入った。お、なんか、うわー、お花だらけの家。ゆっくりくつろいでいってちょうだい。お料理を仕上げるわ。ここに来るの久しぶりだな。うん、うん、うん。花と写真、これぞバジルって感じ。あ、そういえばアルバムを取り返したなら一緒に写真見れんじゃん。おお、あ、それは、あ、やばいっていう感じ。あ、なんかあんねん。これ、あの、写真で一回変なことになりましたよね、なんか。なりました。そうね。なりました。この写真はまさかみたいな。うん。なりました、なりました。もうだいぶ忘れかけてるけど。はい。じゃあ、いいよ。もうなんか写真怖くなってきた。見るのが怖いですよね。はい。綺麗。読む。新しいバイオリンを試してる。マリちゃんと一緒にミサイタに出るんだって。そういう子やったんや、ぼっちんって、うんうん、これケル君。ケル君、そうなんや。うん、やっぱり上限にし的な感じなんですね。そうですね。あ、すいません。ケル、お兄ちゃんと。うん。
この写真は何かありましたね。ありました、うん、これはなかったな。そんな話もありましたね、うん。途切れますね。そうか、ちょっといい。ピンク色、うん、髪の毛ピンクやもんな。めっちゃ快活な子やったのに。オーブリちゃんはケル君を重ねるんだけど、ケル君は気にしてない。ずっと喧嘩してますもんね。そう、いつも喧嘩してんね。アホビズな、うん、ケル君のせいで漫画濡れちゃうから、そのジャケットを見てこい。ごめんなさい、店主さん。引きこもってないってことやな。でかい。ひろくんとまりちゃんからすっごく大きいプレゼントがあった。うん。なんだこれ。まりちゃんとひろくんはぼっちに巨大な積み木セットをあげたみたい。ぼっちんくんは積み木よりも箱の方が気に入った。なるほど、箱の中に入ってんね、猫と一緒に。まりちゃんが最近始めたにゃーごちゃんみたいだね。まりちゃんは猫なんですね。うん。ぼっちは箱から出てくれないから、ケルくんがボールを箱の中に入れた。これからぼっちんとにゃーはこの箱の中で住むのかな。なるほど。うん、今日はお一人。後ろにいるんです、ね、後ろにいてね、じーっと見てる。霞んでますね。もうだいたいこのライフスタイルが分かるよね。3人4人のね。ちょっとでもすごい。ああ、なんかありましたね。まあ、あれだった、これは。うん。夏休み終わっちゃった、まだない。なるほど。終わりかな。終わりっぽいですね。うん、はい。だから小学校いっぱいまではみんな友達だったっていうことが分かりますよね。うん。うん、なんかあれ、そこが取られてんねや。そうですね。なんかいっぱい取られて、取られたとこにも文章だけは残ってる。その文章はでも読めないんですね。読めないですね。なるほど。そこを。なんかちぎってんねん。そうですね。それがまあ謎ということですよね。うん、5、6枚ちぎってましたね。カロが読めないと思いますよね。で読めないですね。なるほど。はい。はい、じゃあ見終わったりします。はい、これ抜かれてるな。
大堀が取り出したのかもな。それも後で取り返さないと。まあそんなことより俺めっちゃチビだったな。あはははは。ありがとう、頑張るよ。ごめんね、待たせちゃって。お料理が思ったより時間かかっちゃって。へへへ。いいぜ、俺が行く。兄貴の料理を手伝ったりしたことがあるんだ。まあ、助かるわ。じゃあ、ついてきて。キッチンはこっちよ。こんにちは。まだまだ謎が全く解明されてないですね。そうですね。うん、スープと野菜美味しそうだけど体に良さそうだ。本当にがっかりしないが心配なの。俺は食えるな、何でもいい。晩ごはんもうすぐできる。このお母さん役のこの彼女はどういう関係性なんかもよく分からへんもんな。そうですね、おばさんなのかな。そう、分からない。だけ、あ、そ、向こう側に行けるんかな、そこの部屋から。お、お、本箱がいっぱいあって素敵なお部屋。うん、園芸の。お、まだある。これなんだ。あれ？あ、おじいちゃんや。おじいちゃんが寝てる。おばあさん。あ、おばあさん、おばあさん。あ、これなんや。お、白いサギソウ。花言葉は夢でもあなたを思う。うわー、もうほんまやばいな。夢でもあなたを思うやて思ってんねや、おばあさん。なんか誰かのこと、ね、すごいなぁ。バジルのおばあさん、あれあれ、あ、来た。あれ、ぼっちんくん、今日会えるなんて思わなかったよ。あはてんてんてん。お、ぼっちくん、最近どうしてるの？何これ？何困ったりとか？うん？どういうこと？そう。なんでもない。おばあちゃんには聞こえないよ。最近体調があまり良くなくて。てんてんてん。もう4年も経っちゃったんだね。また会えて嬉しいよ。ちょっとしか会えてないけど。これ、僕のアルバムあげるよ。君にもらってほしいんだ。多分君の方が役に立てられると思うんだ。どういうこと？バジルのアルバムもらった。この写真を撮った時からいろいろあったよね。時々全部悪い夢だったのか。そうやね。こっからあと悪夢が始まったんよね。思っちゃうんだ。もうはっきり覚えてないけど、僕、あの時、失うものが怖いものを取ってたんだと思う。ということは全部失ったってことなんよ、これな。はぁ、このアルバムを見てると昔の楽しい時間を見られるんだ。いつか、また昔みたいになれるかもしれないね。うわぁ、もううちの商店街のこと思い出すわ。小さい頃ね、商店街で仲良しが一人二人、三人、僕入れて四人、五人ぐらいいたんですよ。うん、まあまあ、いろいろそれぞれの関係性があったんで、まあ六人ぐらいか、うん。まだ昔の名残でそこにいる人一人しかいないもんね、うん。あとみんなそれぞれいろいろあったんですよ、うん。僕も。だからすごいわかります、これ。すごいわかる。今もシャッター商店街になってくるね、僕のふるさとの商店街はね。でも、もうそれぞれの人生でそれぞれほんまに劇的なことがあって、だからすごいよくわかる、これ。
はあ、ほんまに小説に書きたいぐらいのことがあったんですよ、僕の町内にも実は。だからすごいよくわかる。ぼっちん、バジル、ご飯できたぞ。はい。は、今行くよ。一応言っときますか。はい、はい、もちろん。ご飯か。ああ。穴があるんや、バスタボにもいいね。変な装置がついてる。何？なんですかね。なんじゃなんじゃ。あ！これは鏡か。鏡だ。うん。やっぱりアメリカ風っていうかヨーロッパ風ですね。まあそうですね。うん。作りが。花があるっていうのは不思議。あとこの家なんか微妙にぼっちのいいのも似てますよ、ね。そうね。本当や。ニゴチョウソウのベッド、お花、全部お花ある、うん、なんか上に神棚みたいなものがどこもあるっていうのが不思議やねん。そうですね、神棚みたいな、しめ縄みたいなものが むしゃむしゃ。俺とポーリーが一生懸命作ったんだぞ。ぼっちも早く座れよ。だからそのポーリーって何者？ポリーとポリア、ポリーと食べましょうか。はい、うめえ、ポリー最高。大したことしてないわ。おばあさんのレシピ通りに作っただけ。手伝ってくれてありがとう、ケル君。もぐ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 。もぐ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 。でさ、さっきの話だけど、明日、むしゃむしゃむしゃ。兄貴のヒロが大学から、おお、そうか、戻ってくるんだよ。今、母さんが狂ったように掃除とか準備とかしてて。もぐもぐもぐ。嵐には近づきたくねえんだ。あの嵐。嵐ですね、うん、まあでももぐもぐ。俺も会うの楽しみでむしゃむしゃ。今年帰っ、毎年帰ってくるときにまず最初に背比べするようにしてて、むしゃむしゃ。何でも競うんやな。今年こそ、もぐもぐ。俺が、むしゃむしゃ。追い抜いてやるんだ。俺の体が、そう言ってるぜ。ふふふ。お兄さんと仲が良さそうね。いいことだね。家族は大事よ。それ。なんでバジルになるもん持ってるんだ、こっち。あ。僕があげたんだ。持っててほしくて。マジ？かっこいいことするじゃん。まあ、そりゃそっか。むしゃむしゃ。もうすぐ引っ越すもんな。そうそう、そういうことやな。うん。ぼっちんくんが引っ越すの？あ、知らなかったんや。知らなかった。そうだよ。まだ行ってなかったっけ。もうもう忘れたかな。むしゃむしゃ。3日だっけ。もう知ってるかと思った。その、うん、聞き逃しただけかも。ごめん。そうですね、ちょっと失礼していい？僕ちょっとトイレ行ってくる。変なことになってきたよ。走ったで。どうしたんだろう。もう、まあ、そういうもんか。行かなきゃいけない時もあるもんな。いや気になるじゃないですか。そこやったね。あれ？やーべ。大丈夫、落ち着いて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 。なんか、あれやんか。バクバクしてんねやん。うわー、なんか悪魔が取り付いてる。うわーお。やーべ。目が光ってる。あー、君かー。ぼっちん。来てくれたんだね。嬉しいよ。君にも。君にも見えるんでしょう、何かが後ろに。はあ、なバジルあったもんな一瞬。ぼっちんくん、なんでそんなに怯えてるの。ここは怖いですよね。
これ取り憑かれてんのか、つまり。うわぁ、開かない。待って、ポッチン、お願い。置いてかないで、また。また置いて。また置いてかないで。また置いてかないで。ああ、いっぺんだから捨てられてんねや。ポッチンに捨てられてんねん。置いてかないで。あ、逃げちゃった。あ、やばい。ちょっともう一遍帰らない？戻りましょう。もう戻れない？戻れないです。ああ、やっべ。あ、いや、でもどうだ。あ、ダメですね。いや、あ、いや、もう行きたくないなって。あ、行きたくないなってんや。怯えて。それは前に一遍見捨てたことで、もうそれを消そう、忘れようとしてんねんな、今でも。そうですね。ぼっちんは。なあ、ぼっちん、そろそろ帰ろう。いや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 。門限遠くに過ぎてんだよな。というわけで、ポリ、何か手伝ってほしいなら声かけてくれよ。俺、これ住所すぐそこだぞ。ありがとう、ケル君。いい子だね。こんなの大したことねえよ。バジルにもよろしくな。バジル死んでるかもよ、これ。やべえな。これもう一回行きますか。うん。バジル、おい、バジル。かわいそうに。昔から胃が弱かったもんな。早く元気になるといいな。いや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 。そういうことじゃないよ。そういうことじゃなさそうですけどね。いないですね。そういうことじゃないよ。こっちか。いない。いないですね。うん。おばあちゃんに話しかけることはできへんね。おばあちゃん。うん。なあ、はい。で、入れないので、このおばさんに挨拶していくしかないですかね。そうやね。かわいそうに言うのかな。やっべえな。おばさんには。看護師さん？看護師だよ。バジルのご両親はいつも出張で家にいないから、数ヶ月前から私を雇ってバジルの面倒を見ることになってる。両親もいないや、バジルの。出かけてるんですね。ああ。反応してあげようとしてるけど。バジル避けられてる気がしてる。うん。でも魔物が取り付いてるからな。何か間違ってるのかな。ああ、気になってんねや。うん、はあ。出ますか。はい。いいですかね。もうこれ以上はなさそうですよね。うん、同じですね。やばいことにね、いろいろなってきましたよ。ああ、まくれ。で、家に帰るんですよね、きっと。そうですね。早っ！なんか早いですね。早いよ。こっちだったかな、確か。公園によったらなんかお化けがいたりしてな。これどこやったかな。ここじゃなかったでしたっけ？違うか。なあ、ぼっちん、今日付き合ってくれてありがとうな。これはケルの家か。うん、いや。あ、そうか、そうか、そうか。自分の家に帰ってケルは隣や。はい、すげえことしちゃったよな。お前、久しぶりに人と話したって感じだけど。気にすんな。練習あるのみ。それで明日兄貴が帰ってくるんだけど、多分お前が引っ越す前に会いたがると思うな。だからよかった。で、いいけど。明日の朝またも買いに来るよ。ね、あと何日かしかいないもんね。おやすみぼっち。いい夢見ろよ。いや。嫌な音してるよ。嫌な音してるよ、今。いやいや、なんか、え？なんか動いてますよ。あ、ほんとや。何これ。うわー、あの絵にあったような、あの、虫がいっぱいいたじゃないですか、あの絵の。はい。すごい、これはすごい、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 すごい。わ。これ上は歩けます？いや、歩く、ああ、なんか出てる。右上になんか出たね、今。ひゅっと。はい。なんかこの、なんなんだ、この、侵襲してる感じ。この辺はいけないですね。こうなんかひゅっと。
酸素の絞れるからすぐ。これね、あのアルコール中毒の人なんかこの虫が張ってるみたいなさ、ああいう妄想が出るじゃないですか。そんなに近い感じやんね。うわー、いろんなとこが虫食ってる。うわ、大きな蜘蛛の親玉がいる。ぐしゃぐしゃって言う。うわうわうわ、これ蜘蛛が嫌いな人やったら絶対ダメ。養老センサーとか絶対ダメやろな。蜘蛛嫌いなんですよ。蜘蛛ダメなんですよ。入り口を塞いで、ほんどこで寝たらいいの私はとか、そんな悠長なこと言ってる。ああか、刃物がある。あ、刃物取った。これあれですよ、また。ああいけないか、違うか。うわ、そうでしたですね。これはちょっとセーブもできないから、とにかくどっかの、どっか寝室行けませんかね。寝室はですね、あの扉の向こうだと思うんですよね。あ、ここのこれか、ほんでこれを塞いでんねや。はい。ああ、これでいけた。なるほど、うん、ナイフで。そういうことか。うん、あ、なんか見えてるね。その扉を開けなさい的な感じやね、これ。違うんか。あ、いけないか。いけないか。いけないね。いけない、ね。今階段で上上がるしかないよね。そうですね。おほんでまた夢の世界に戻っていくということ？これは。ですかね。に戻っていくんでしょ、これ。まあ、明らかに変な階段ですもんね。うん。うわ、クモの巣だ。戻っていくんだね、これ。ああ、なんか飛び出した。うん。うわ、怖い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 。うわ、怖い怖い怖い。うわ、クモが襲ってきてます。これまた向こう側の世界に戻るね、これ多分、おそらく。あ、座っちゃった。うん、怯えてる。怖いんですよね、この子も。雲が苦手。まあそりゃそうやな。あ、おお、あそこのあのお化けさんが、一つ目のお化けさん。これいつも近くに行ったら消えるんやけどね。ほっほっほっ。さあ、今回は消えるのか？あ、やっぱり消えた。これなんかあるんやな。ああ、違う。なんか、物体化した。お！誰これ。髪の毛長い。あ、消えた。何だったんですか、今。あれ、髪の毛長い。え、マリさんか。マリさん？ねえ。そんな気もしましたね。ちょっとマリさん、私を裏切ったわねって。あ、なんか来た。なんか来ました。なんか取り付いた。おお、雲のなんか化け物。ちょっとなんかここへ来て、あのサイレン的な、サイレンボスキャラ的な、笑ってる。これまずビクビクしてるから落ち着きましょう。そうそう、落ち着きましょう。落ち着きましょう。あ、こう深呼吸した。呼吸整えた。OK、普通になった。はい、ね、戦います。スキルは戻ってませんか？戻ってないです。あ、戻ってない。じゃあ攻撃でいきましょう。何かを話しかけようとしている。ん？あ、そうなんや。でも逃げるはできないでしょ、多分。そうですよね。なんか逃げるしてみます、ね。はい。やっぱり無理です。攻撃。そう、ひたすら落ち着いててもいいのかもしれない、ね。ああ、そうか。落ち着く。おお、深呼吸。ヒュー。変化があるかどうか。あ、攻撃してきましたね。ああ、攻撃しましたね。ずっと足踏みしてるんじゃない、こっち。うん、いや、前に進んでないよって言われてんねん、おちんがね。攻撃？うん、攻撃しましょうか。はい、いて。うわ、いて。
かないんですよ。あ、まだ戻った。回復はするんですけどね。これはしかしどうしたの。いろいろあったもんね。くよくよ悩まないで、何が大事なのかしっかり見分けて、それに集中して。いいことを言うんやけど化け物なんやな。雑念を捨て集中を思い出した。おお、思い出した。集中、集中、集中、いきましょう。全集中です、うん、だって攻撃したってしょうがないもんね、この子に、はい、お、音が消えた。音が消えた。マインドフルネスの勝利。マインドフルネスの勝利ですか。あ、普通の世界に戻りましたか。どうやら、ほら、ほんとやわ。あ、セーブ、はい、セーブしましょう。どうしますか。もうちょっといきますか。ちょっと周りを見てから終わりましょうか。はい、セーブして、うん、長い旅やったな今回、うん、テーブルランプ、ダンボールがいいの。なんか普通の世界に戻った感じはありますね。ありますね。あ、もう一度、もう一度、こっちか、今度は。おい、ポジモンから飲むんだよ。あ、もう半分がするように。愛してるよ、チュッチュ。最悪ですね。あ、もういない。もういない。あの、一つ目は、あれは何を表してるんでしょうね、バスタブ。ただの植物。寝れますか。うん、寝ましょう。寝ましょうか。寝ましょう。とりあえず。お、なんか映ってるか。違うか。なんでしょうか。あら、夜中の、夜の。あ、バジルや。バジルがなんか慰めてる。うわ、消えた。バジルが消えた。ずーっとこもってる。ぼっちんはずっとこもっている。ぼっちんはずっとこもっている。ああ、目を開けた。ああ、開けた。開けた。ああ、寝た。不思議な影やね、これ。影が独立してるね。ほら、やっぱり。ホワイトスペースへようこそ。あなたはずっとずっとここに引きこもっている、はあ、はい、ああ、そしてこうなったと、うん、ほんで、え、何か待ってる。ほんでまたあの夢の方の世界に戻るんかな。あ、扉を開けてみないと分かりませんよね。まあ、このパターンは、うん、多分夢の世界に戻るんだと思いますが、ちょっとスケッチよくある。うんうん、違うものが映ってるかどうか。まあ、ここまでですね。ここまでですね、やっぱりね、はい、うん、わあ、いきますね。はい、自分の空想世界の中ですもんね、これ。ホワイトスペース、うん、小森くんおかえり。ほら、ヒロ心配するなって言ったろ。小森はいつも必要な時に現れるんだからな。これはもう子供の頃のみんなやな。オーブリーとかもみんな仲良しの頃の自分や。バジルの操作か。でももう変わってるでしょうね。小森くんの無事なのか。
ヒロと二人で行ってみる。深すぎる。もうオーブリーと二人で行かない。汗ぶりやな。肝飯が喉から。おぶりふざけるのそれにしておこう。マリに。マリにおもりが無事だと伝えないとね。ずっと弟の心配をしてたんだから。マリの弟なんですか。はあ、ここでなんか初めてわかった。そうですね。はあ、はいはい、わかってる。ちょっとした状況。つまり。姉が死んだっていうことだ。そうですね。うん。もう見たことのある人の写真はそうするとマリさんですか。かもしれない。だからここへ来てマリが姉だということまで意識ができたっていうのもだからものすごい深い乖離やね。なるほど。マリがちょっと赤の他人かなんかのように見えてたっていうことやから、うん、よっぽどすごいドラウマと考えうる可能性あるよね。すさまじいな。でもその人物誤認とかそんなありえるからね、うん、あなた誰ですかみたいなことになるからね、親であってもね、ある段階から。ああ、ハグ、うん、なんか連動してるよね。でも現実の世界とこっちとが微妙に。いやいや、もう家にいるんやって、化け物と一緒に取り憑かれてんねんって。だから家に行く。ああ、それは無理か。ここでは家ないんやもんな。家ありますよ、あの下の方に。あのお花畑の最後のとこにか、はい、行ってみるか、うん、もう終われへんなこれ、ほんまに興味が過ぎない。バジルのヒントをちょっと掴みたいですね。それで終わりましょうか。もうこのままではよう笑おうわ。切り株の西の森を探してる。キモい雲がいる。ああ、雲やんか、うん、そこもつながってね。面白いな。現実のあの現実の幻想っていうかね、現実側の幻想とつながってる。ただ一つ、だからみんなも何かおもりの引きこもりを助けて応援しようとしてくれてんやんな、この幻想の世界の人たちも。そこが愛やな。これすごいな。だんだんこの作品の凄みが分かってきた気がしてきた。これ壮大な治療の物語やねんな。治療でなんですね、これは、ね、うん。で本当の治療はその人の内面の空想の世界の中で治療が進んでいくっていうか、すごいな。じゃあここでセーブして。あ、そうですか、はい。あ、どうしよう、時間的にもう結構長く回したので、ね、はい、じゃあこれぐらいで、はい、今回。いや、だからようやくストーリーの本筋というかな、構造がちょっと見えてきたって感じで、ようやく。そうですね、ようやく。ようやく7、8時間かけたっけ。もう今で6時間ぐらいかけたっけ。だから2時間、まあそうですね、7時間ぐらいですかね。7時間ぐらい経ってようやく、はい、あ、こういうその世界地図、はい、そうですね、無意識をどう扱ってるのかっていうか、うん、そういうことがようやく手探り、その
手の感触が出てきたぐらいじゃないですか。うそうですね。こうブラックボスのような、はい、なんか手の感触が出てきたっていう。はいはい。そんな感じですよね。すごいな、これ何十時間かかんねやろ。まあ30時間は行くよね、これね。まあ30時間は行く感じですね。はい、もうお願いです、皆さんついてきてください。はい、これもう皆さんのもうがどれだけついてくださるかによって僕もこのね、続けられる旅が続けられるかどうかが決まるので、ちょっとあの経験値稼ぎとかミニミッション的なやつはもう先に終わらせたりもしておきますので、うん、はいはい、これはちょっと本当に今までいっぱいやばいと僕言ってきたけど、はい、だから今までずっと経験値を積んでるわけじゃないですか僕は、はい、素晴らしき暗黒ゲーム世界に、はい、もう大概こんなもんかと思ってた、さらに上行った感じがするんですよ。しない？そうですね、さらに上行った感じがするんですよ、うん、怖がらせてやろうというんじゃなくて、うん、心精神の奥のまた奥の奥の世界のつながりを見せてるっていうか、うん、これもう作った人も自己治療してるんちゃうかな、これで。なんかそんな気もちょっとおこがましいけどしました。あのマリさんが お姉さんっていうのは、まあ、もしかしたらこれ、うん、あの見落としもあるかもわかんないですけど、そうやね、どっちか僕もねそれ自信がないんですよ、はいはい、でもまあ僕が認識したのは今でした、ごめんなさい、はい、僕がほんまにもう気がそぞろで、多分あのその現実世界の方で僕ちょっとあの僕もこれ初見で基本的にやってるので、うん、現実世界の方のセリフでちょっと一部あれと思った時があったんですよ、ね、あそうなんだ、要するにいや僕もねそこまで意識してないけど、ああそうだったんかって僕が誤認してたっていう感覚もあったんですよ、はいはい、なんか、ま、えマリさんってお姉さんなのみたいなあの感じでスッと過ぎてたんですけど、多分でもマリが死んでっていうセリフは初めて見たような気がする。もちろんもちろん、あのそれはだから現実世界でマリが死んでからっていう話で、でも大森君のお姉さんだっていう話は多分現実世界で初めて出てきたと思うで、それを持ってるからこっちのファンタジー世界に来た時にあのお姉さんっていうのがスッと出てきてるで、ね、で絶えずマリはこのセーブポイントにいるわけじゃないですか、はいはい、もうまるであの現場大戦のジョーのお姉さんみたいな残留思念、はいはいはい、ここぞという時に現れてジョーを守る、はいはいはい、でも本体はもう完全に死んでいて、はい、その強いジョーを守らなければならないという思念だけがそのジョーの周りに立ち込めていて、うん、それで幻魔をやっつけるみたいな、うん、なんかそんなこのマリさんがこのピクニックシートをどこでも広げてるのはそういうことかもしれない、ね、そうなんか残留思念の結界を弟のために張って本人は宇宙と同体になって消えたみたいな感じがすごいなすごい、はいはい、いや本当にもう皆さんよろしくお願いします、はい、皆さんの残留思念を残していただいて最後までなんかねやり遂げたいですね、はい、できたらねほんまに、はい、はい、ありがとうございました。そうなんか今朝見たらなんとうちのあの、YouTube チャンネル別室、はい、登録者数が14万人、はいはいはい、ありがとうございます皆さん、はい、あの引き続きあの、はい、もしよかったら登録の方よろしくお願いします。はい、お願いします。15万人になったらなんかまだちょっとやりたいですよ ね、 すね、何かやりましょうよ、はい、もうちょっと射程にいよいよ入ってきたので、はいはい、それも含めてぜひよろしくお願いします、はい、いやこんなすごいと思わんかった、はい、本当に感動してます。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。名越康文 TV シークレットトークよろしくお願いします。僕が死ぬか番組が終わるかみたいなこういう感じの記憶を実はやりたいなと。